い、南国神々島からおはよう、こんにちは、こんばんは、ロイバルチムノゲドサンサンです。よろしくお願いいたします。あのこれからスミヤックの方にあるリシニピラーの泊まってるお客さんを迎えに行きます。あの皆さん、バリの旅行来たらどうぞこのロイバルカチャタをご利用してください。この動画を最後まで見てください。このロイバルチャット登録をよろしくお願いします。これからスタート。今日のバリ天気がすごくいい天気ですよ。もうこの時間もこうスミヤックの方でもうすごく渋滞です。はい、ディズニーピラーに到着しました。はい、これからロビーの方に行きます。このビラはスミヤックの方にあります。こちらのビラのロビーですね。おはようございます。いや、あの今日はどこに行きたいですか？ウブド方面。ウブド方面ですか？はい、金玉に。あの高原も行きたいですね。はい、わかりました。じゃあこれからウブドの方に行こうとします。はい、はい、はい、皆さん、今私はあのバギーのところにいますね。楽しみで。大丈夫？じゃあゆっくりで。でこういうのアクティビティもあの人気ですね。バギーをすごく楽しいですよ。どうですか、バギーは？楽しかったです。初めてアドベンチャーやったですね。うん、疲れたけど、でも楽しいですね。楽しかった。まあ、好きなところがあのご飯が行きますね。楽しみだ。はい、じゃあご飯に行きましょう。はい、レストランも到着しました。何をご飯食べたい？何をご飯食べたい？スペアリブね。はい、じゃあ今日のランチはここのお店でランチを食べます。ベベクタバサリというのレストランを
ご飯食べます。ほら、はい、どうぞここで。こちらのレストランの眺めもすごく綺麗ですね。どうですか、スペアリブは？美味しかった。美味しかった？はい。お腹いっぱい。お腹いっぱい。ビールは美味しいですね。飲みやすいですね、ビンタンビールは。お忘れ物ありませんか？大丈夫です。オッケー、行きましょう。今日の天気はすごくいい天気だからね。はい、今はキンタマニの高原行く途中で、こちらでコーヒー農園に寄ります。じゃあ、コーヒー農園の中でこちらスタッフが日本語を喋れるからね。こちらのスタッフがコーヒーのことがもっと詳しいだから、その方で説明してします。それがコーヒーの木ですね。それが少しコーヒーの実になっているんです。これがコーヒーの豆になっています。でコーヒーの種類が2つ種類があるので、アラビカコーヒーとロブスタですね。こういうの木がこれがアラビカコーヒーです。アラビカコーヒーだから葉っぱで小さくて、なんか見るのがちょっと大きいので、熟したらの後がそれが赤い実になります。で味のコーヒーがもしアラビカコーヒーだったらちょっと酸っぱい味する、あと酸味があるけど、でカフェインのが少ないです。コーヒー農園の名前は、これスガラウィンドゥというのコーヒー農園です。これまだまだ熟成してないからね。これね、カラーが取って粉にしてから、もうコーヒーをブレンドして、なんか調整にコーヒーにある、これ世の中から元気のためになります。健康のためね。それがお茶に作ります。ジンジャー。ここにはレモングラスです。でこれが赤いの花がアセロラ。アセロラ、へー、はい。それが味が酸っぱかった、なんか糖尿病の人がそれが飲んだ方がいいです。すごいね、アセロラね。初めて見た。これのお茶が作るからね。ジュースもできますね。これウンチーのバターですね。あとで綺麗に洗ってからがこれになる。でこれも豆が乾燥して、だいたい1週間まで、ね、乾燥してからがこの皮がまた剥いて、で剥いてから中の方が本当のコーヒー豆が、これゴミの方がある中でまだ綺麗ですね。あれウンチーの家がやっぱり全然しないです。でコーヒーの豆があれ形のが2つ種類があるので、なんかオスとメスのコーヒーがありますからですね。もし1つの実の中であれ種が1個だけであるって、丸いのコーヒー、これがオスの豆です。でもし2つの豆が入ってますので、これがメスのコーヒーの豆です。これキティベリーで書いてあるので、これがオスのコーヒー豆ですね。どうぞちょっとイメージしてください。あれがオスで、アラビカの方がこっちがメス豆。全然違う。オスのコーヒーがね、もっと美味しいですね。メスよりがね。よく見るのこっちで。そうね。よく見るの。なんか 20% がメスだからね。こちらも眺めがすごく綺麗ですよ。
眺めがすごくはバリっぽいでしょ。ここでいろいろなコーヒーとお茶はテスタが、ただですね。あれはジャックネコの声は、国旗のコーヒーだからそれだけお金かかりますね。神社すごい。どうですか神社は。神社。さっきコーヒーは、ニンジンコーヒーはどうですか。うん、美味しい。美味しい、うん、すごい、すごい苦味があるのかな。甘いのまで。うん、おいしい。サイポンは、ね、コーヒーが作りますから、ね、はい、コーヒーはどうですか。美味しかった。美味しかった。買っちゃった。自分のためお土産。自分のためとお土産。お土産。はい。もう忘れ物がありませんか。はい、大丈夫です。じゃあ次の行くところが金玉に。はい。これから金玉に行きましょう。湖。うん、湖ね。コーヒーを買いましたか。ジャコネコとコーヒーはココナッツ。ココナッツ。あとお茶買いますか。お茶。ジンジャーとはい、すいません。今は金玉に高原に来ております。そうですね。コーヒーの後でよかった。こちらの眺めがすごく綺麗ですね。その山はバッツルーという山ですね。そう、バッツルー山です。その山の高さは1717mぐらいですね。はい、今はここのスーパーマーケットにいますね。ホテルの帰りの前にここでスーパーマーケットを買い物します。いろいろなものを売ってます。はい。何を買いたい？ラーメン？ラーメン。ラーメン。と？ラーメンと。なんかヘアオイルみたいな。ヘアオイルですね。はい。まあ、お買い物、ビール。焼酎。何買った？バリの焼酎ね、アラックって言いますね。はい。コーラ。そう。うん。楽しい。じゃあ買い物も終わってからこれからホテル戻ります。あ、はい。わかりました。今日の観光はどうですか。今日の観光はどうですか。楽しかったね。はい、もう終わりました。はい、じゃあこれからホテル戻ります。はい、今スミニャクいますね。スミニャクは毎日で10体ですね。朝昼夜で、ここでたくさんおしゃれなお店もあるけど、でも値段がすごい高いですね。いや、間もなくのディシニピラのホテル到着しますね。
はい、すみません、お疲れ様でした。今日の一日の観光がまあいろいろに回っていきましたね、はい、遠くまでありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。ありがとう。今日の観光はどうでしょうか。楽しかった。楽しかった。はい、皆さん、今日の観光はそんな感じで、あの次の動画をまた楽しみください。はい、じゃあ、あのドイバリのチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、次の動画をしばらくお待ちください。楽しみください。はい、じゃあバイバーイ。